皆さんこんにちは、スピーチャリッチ三輪です。今日もありがとうございます。今日は玄関の開運鑑定をしたいと思います。このチャンネルでは時々住んでいるお家やお部屋を整えることでお家がパワースポットになるっていう話をしているんですけれども、今日はうちの読者さんから3つ玄関の写真を送っていただきましたので、その写真を見ながらですね、具体的にどこが良くてどこが良くないのか、そういったところをですね鑑定していきたいと思います。皆さん自分を整えるために運気を上げるために神社だったりパワースポットに行かれることはあると思うんですけれども、パワースポットに滞在している時間よりも家にいる時間の方が圧倒的に長いはずなんですね。なのでパワースポットに通っていても家が整っていなければあまり意味がないということにもなりかねませんので、お家を整える、お家をパワースポットにするっていうのは実はとっても大切なことなんですね。特に玄関は全ての運気の入り口ですので、ここが整っていないと邪気が家に流れ込んできてしまいます。幸せな億万長者の方々のお家の玄関っていうのは総じてすごく居心地がいいですし、やっぱり気がいいと感じますね。ということで早速玄関を鑑定していきたいと思います。画面ご覧ください。1人目の方の玄関はですね、こんな感じですね。事前に番号を振りましたんで順番にお話していきたいと思います。まず番号1ですね。気になったのが全体的な印象として靴がとっても多いということです。玄関は人の体に例えると頭の部分となっていまして、で特にですね、ここに靴を出しっぱなしにしておくと住んでいる人のご縁ですとか人間関係に悪影響を及ぼしてしまうとも言われています。頭をね、たくさんの靴で踏んでしまっている状態、そういうことをねイメージしていただきたいんですけれども、玄関のたたきに出しておいて OK なのは家族の人数分までですね。例えば3人家族であれば3足までにしてください。とはいえ玄関のたたきに何も置いていないってことが本当は理想ですので、できれば外出先から帰ってきたら靴は靴箱に全部入れるようにしてください。写真のですね、向かって左側の白いスニーカーのところに赤い蓋が見えると思うんですけれども、これはですね、多分靴の消臭スプレーかなんかなんじゃないかなと思います。こういうのもですね、出しっぱなしにせずにまとめて棚なんかにですね、見えないところにしまっておくといいんじゃないかなと思います。はい、では番号2のところですね、次ですね。この部分は靴が丸見えで収納されていますね。玄関を開けてすぐのところにラックなんかが置いてあると気の流れの妨げになってしまいますので、ここは極力何も置かないようにしていただきたいですね。何も置いてないのが理想です。なんですけど向かい側に鏡がありますよね。なのでこんな風にですね、鏡が置いてあったりする場合はちょっと背が高めの観葉植物なんかを置いてですね、鏡に常にその観葉植物が映るように置いておくといい気がたくさん入ってくるんじゃないかなと思います。ぜひ工夫してみてください。それでは番号3つ目ですね、番号3ですね。玄関マットを敷いていないというポイントをちょっと注目していました。玄関マットはいい気だけを家の中に入れて悪い気をブロックするっていう、そのフィルターのような役割をすることができますので、敷いた方がいいんじゃないかなと思います。ただしこまめに洗濯して清潔に保ちたいので、水洗いができるような素材のものを選ぶようにしてください。でドアの外側に玄関マットがもし敷いてある場合はこの場所にマットを敷かなくても大丈夫なんですけれども、もし敷いてない場合はこの場所にマットを敷いてください。はい、ではどんどんいきますね。4つ目、清掃グッズがそのまま置いてあります。清潔を心がけたい玄関ですので、埃なんかがねついている掃除グッズは見えないところ、目立たない場所に収納しましょう。はい、では次番号5ですね、5つ目ですね。鏡に靴が映ってるんじゃないかなと思います。靴と2のラックがね映ってるんじゃないかなと思うんですけど、これは覚えておいて損はないんじゃないかなと思います。家の鏡はいい気のものが映るように置いておくと運気が倍増すると言われているんですね。なので鏡に映すものは空間的にですね、靴とか生活感のあるものじゃなくって、植物とか花みたいなですね、生気のあるものを鏡に映すようにしてみてください。はい、では次は番号6ですね、6つ目ですね。全体的にこう下駄箱の中と棚板についてなんですけれども、靴の向きはとってもいいと思うんですけれども、靴がちょっとたくさん入りすぎて
ますね。あんまりこうぎゅうぎゅう詰めにするんじゃなくって、靴ごとにこう少しスペースが空くような感じで収納するようにしてください。下駄箱の棚板に直接、靴を置かれていると思うんですけど、ここはですね敷物を入れてその上に靴を置くようにするとよりいいと思います。靴底っていうのはですね、邪気はもちろんのこと衛生面で考えてもいろんなものがついていますので、やっぱりこのあたりは敷物は、入れた方がいいんじゃないかなと思います。下駄箱の中の敷物は、まあ、高機能でね、手軽に買える値段のものが最近ではたくさん売られていますので、まあ、定期的に取り替えるようにしてください。靴の収納の仕方なんですけれども、サンダルですとかスニーカーなどこういったカジュアルな靴は上段に入れて、で、革靴ですとかパンプスは下段に入れると靴箱の中の気のバランスが整うと言われています。ただし日常的によく履いている靴はスニーカーであっても下段ですね、土に近いという意味で下段に入れるようにしてください。この玄関まだまだポイントがあります。7つ目ですね、番号7、買った時に入っていた靴箱は捨てるようにしてください。紙は邪気を吸いやすいです。靴についた邪気を、箱が吸ってしまいますので、箱は処分するようにしてください。で8つ目ですね、番号8が靴以外のものがちょっと入っているように、見えます。下駄箱に入れておいていいものは靴なんですね。なので靴の消臭スプレーといった、まあ、靴のねお手入れ用品なんかはですね、そういったものを入れておきたい場合は天然素材のカゴや箱に入れて一つにまとめて、で下駄箱に入れておくといいと思います。ビニール袋なんかですね、こまめに捨てるようにしてください。9つ目ですね、番号9は窓のところになんかアクセサリー類が置いてあるような気がするんですけれども、玄関に余計なものを置くと全てのタイミングがずれてしまって間違えた選択をしやすくなると言われています。まあ、このあたりはですね、取捨選択が必要なんじゃないかなと思いました。もし何か置きたいのであれば、玄関の近くにあるこの窓にですね、サンキャッチャーをですね飾ってみてはいかがかなと思います。サンキャッチャーのこう光がですね、魔除けになったり幸運を運んでくるというふうにも言われています。あとネイルポリッシュも、ありますけれども、これもあるべきところに収納していただいて、紙類もやっぱりねここには置かないようにしてください。で10個目ですね、番号10が玄関に入って正面に階段があると気が散乱すると言われています。階段は気の通り道なので、玄関の正面に階段があるといい気がそのまま上階に上がっていって散乱してしまうという考え方なんですね。せっかくいい気が入ってきたのに開運する前に散乱してしまうということです。階段はですね、いい気を吸収するというふうにも言われていますので、こう家全体の気の循環がこう玄関の前にあることで乱れてしまうというふうにも言われているんですね。でもこれは構造上仕方ないことなんで対策をお伝えします。まずは階段全体を照明で明るくしてください。はい、明るくするってことですね。そしてのれんなんかで玄関から階段が見えないように目隠しをしてください。もしくは観葉植物を置いて気の流れを整えるといいと思います。観葉植物は窓の下と、あとは階段の横に置くといいと思います。それとこれもすごい大切なんですけど、階段自体には何も置かないようにしてください。この玄関については合計10個修正ポイントがありました。ぜひ参考にしてみてください。それでは次の玄関いきたいと思います。じゃーん、こちらです。はい、まずこちらの写真ですね。1つ目、玄関のたたきにある靴はさっきも言ったように靴箱に、まあ、下駄箱に、ね、入れてください。はい、そして2つ目、番号2ですね、傘立ては使う時以外は見えないところに収納してください。濡れた傘っていうのはですね、まあ、水気ということで邪気を呼び寄せやすいので、なので傘立ては雨が降った時だけ出していただいて、それ以外の時は見えないところに収納しておくのがいいんじゃないかなと思います。傘の水分を吸収してくれる陶器製か、もしくは錆びにくいステンレスの傘立てにすると金運アップするんでおすすめです。では3つ目ですね、3つ目はスリッパ。スリッパはちゃんとラックに収納するようにしてください。はい、スリッパが3つ目ということで、4つ目ですね、番号4が玄関の掃除道具、これは見えないところに収納してください。玄関に掃除道具を置いておくと、この掃除道具っていうのはですね、結構汚れがついていたり、まあ、邪気がついているわけなんですね。でその邪気がついているものを置いておくと、さらに邪気を呼び込んでしまいますので、これは必ず見えないところに収納するようにしてください。はい、では5ですね、5番目は玄関を開けてすぐに螺旋階段があるというところです。
玄関の前に螺旋階段がある場合は、玄関からせっかく入ってきたいい気も含めて、こう螺旋階段に乗ってぐるぐる回ってこう登っていきますので、なので運気が安定しないとも言われているんですね。もしこの読者さんが落ち込みやすいとか、ネガティブにいろんな物事を考えてしまうということに心当たりがもしありましたら、この部分を整えると改善されるんじゃないかなと思います。まずは気の流れを変える必要がありますので、螺旋階段の前に背の高い観葉植物を置くようにしてください。そして螺旋階段の下に収納エリアがありますけれども、ここにもパーテーションですとか観葉植物を置いて、ここもね、目隠しをして見えないようにしてみてください。はい、では6つ目ですね。番号6、ゴミ箱を他の場所に移動させてください。玄関にゴミ箱を置くと気がゴミを通って家の中に入ってきますので、金運ですとかやっぱり健康運もですね、ダメになってしまうんですね。ゴミ箱は他の場所に移動させましょう。はい、では7つ目、番号7がコンクリートの色の、壁というところなんですけれども、結構このコンクリート打ちっぱなしの壁っておしゃれで人気があると思うんですが、ちょっと見た目が冷たい印象になりますので、そこのバランスを保ちたいところですね。例えばベージュなんかの温かい、色の玄関マットなんかを敷くと、玄関全体のバランスが取れるんじゃないかなと思います。はい、では8つ目ですね。番号8、靴は下駄箱に入れていただいて、叩きには何も置かないようにしましょう。この2人目の方の玄関に関しては、物が少なくてシンプルな玄関なんで、掃除もしやすいんじゃないかなというふうには思います。螺旋階段のところに大きめの観葉植物で目隠しをすること、あとは暖かい色の玄関マットを敷くことでいい気の流れが生まれそうな、そんな感じがしています。すっきりしていて余計なものがないので、あとはこう豊かさみたいなものをですね、プラスしてあげると運が入ってくるような気がするんですよね。玄関に例えば趣味のアイテムを一つだけ飾ってみたりだとか、あとは人物画ではない、これすごい大切なポイントです。人物画ではない綺麗な絵を飾ったりだとか、あとは観葉植物や花、もしくはこう大きな窓のところにサンキャッチャーをね、飾って光を取り入れるなど、そこにあるとちょっと豊かな気持ちになれるものを加えてみてください。はい、ということで今日最後の玄関ですね。最後、はい、これです。見てください。最後はこちらになります。これもね、さっきのと同じなんですけど、まず1つ目、番号1が玄関の叩きには何も置かないようにしてくださいということですね。玄関はいい気の入り口です。ここにスーツケースを置いてしまうとブロックされて、幸運も入ってこられなくなりますので、別のところに収納するようにしてください。で、特に小さめの玄関はですね、叩きに余計なものを置かないように徹底していただきたいです。はい、では2つ目、番号2の部分なんですけど、段ボールやゴミが置いてあります。段ボールはですね、紙でできていて湿気を含みやすいので、玄関に段ボールを置いておくと邪気が集まってきます。邪気や湿気を吸った段ボールが家の玄関にあるということはですね、その家全体の運気が下がってしまいますので、ここはこまめに捨てるようにしてください。ゴミも玄関に置いておくのはもう本当に良くないですね。ゴミ出しの前日に、一時的に置いておくだけという方もいると思うんですけども、それもやっぱり極力やめた方がいいんじゃないかなと思います。玄関はあらゆる気の入り口です。清潔であることが一番大切なんですね。はい、では番号3ですね。3つ目、玄関の段差が少ないというポイントです。玄関の段差が低いというか小さいというか少ないと言えばいいんですかね。とにかくこの玄関の段差がこう小さい少ないと悪い気が家の中に入り込みやすいです。なのでここは玄関マットを引いて悪い気をお部屋の中まで入れないように工夫していただきたいです。ラベンダーカラーの玄関マットは厄除けにもなりますし、あとは例えばオレンジ色の玄関マットは人気運をアップさせてくれます。逆に寒色系とか黒の玄関マットはちょっと玄関が暗くなってしまいますので、避けるようにしてください。でこまめに洗って清潔に保ちたいので、天然素材のもので、なんか洗えるものをですね、選んでいただければと思うんですが、もしくはそれが難しい場合は季節ごとにもう取り替えるようにしていただいて、常に新しいものを敷くようにしましょう。はい、では番号4ですね。4つ目、4つ目は段ボールとゴミを片付けていただいた後に、向かって左側の収納扉の横ですね、この白い壁になっているところに、観葉植物か、お花を飾って
ただしサボテンは木の入り口である玄関には向いていませんので、サボテン以外で考えられるといいと思います。この玄関、まあ、小さめなんで水拭きはしやすいんじゃないかなって思ったんですね。なのでできれば毎日叩きを、水拭きしてみてください。大きめの玄関だと大変だと思うんですけれども、小さめの玄関は、ここがまあメリットというか、その掃除がねやりやすいんですよね。まあ、ただやっぱり小さめなので観葉植物とか花を置くとちょっと邪魔になってしまうよと感じられる場合は置かなくても大丈夫です。その場合は壁に鏡をねかけてみてください。でその際に鏡が太陽の方向を向くように、かけられるとより運気アップすると思いますので、まあ、方角的にできそうであれば、取り入れてみてください。どうしても向けられない場合は、一つ目でもお伝えしたように鏡に花や植物、もしくは、綺麗な、ね、絵画なんかを写すといいと思います。はい、ということで今日は実際の玄関の写真を3つお見せしながら玄関の開運鑑定をさせていただきました。家から開運するという観点でいくと、玄関はトイレと同じくらい大切な場所です。ぜひ皆さんのお家の玄関をパワースポットにするための参考にしてみてください。今日の動画が役に立ちそう、面白かったと思われた方はぜひいいね、そしてチャンネル登録もお願いいたします。では今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。